本日の基調講演を、哲学者の唐谷公人先生にお願いいたします。演題は憲法9条の今日的意義です。どうぞよろしくお願いします。その前に一つ言っておきたいことがあります。私は昨年の9月、ソウルの、ヨンセ大学であった国際平和会議、平和に関する国際会議ですね、で講演しました。でその時も実は憲法9条について話したんですが、今日話したいのは、その会議で聞いた事柄です。でその会議では私が話す前に、ヨンセ大学の国際政治学のムン教授が、講演しまして、でその最後に、こういうことを言ったんですね。で日本では最近若い人たちが盛んにデモをやっていて素晴らしい、それに引き換え韓国では若者は政治活動をしない、将来を考えると暗淡たる気持ちがする、そう言って講演を締めくくったわけです。去年の9月半ばですから、まだ日本のデモの、余韻が残っていた頃です。で、私は彼の発言を聞いて驚きました。それまで私は日本にはないけど韓国にはデモがある、特に学生のデモがあるとずっと思っていた。よりによって韓国人から、日本のデモのことで今後に希望があると称賛されたんで、お前にそれを言われたくないよという言い方がありますけど、これは悪い時に使うんで、ものなんですけど、今度は褒められているのになそういう言いたくなったんですけどね。にわかには信じられないので、その後、いろんな人に意見を聞きました。すると、大体こういうことが、分かりました。それはですね、無論韓国にはデモがあります、大いにある、でまだ火炎瓶を投げているかというとまだ投げていると言っています。あんな報道されてないけどね。しかしそれは一つで労働者のデモであって、学生はがデモをしなくなったということは事実のようです。理由は、就職が大変だからですね。でただその一方で私は一人の学生から深刻な相談を受けました。彼は、軍隊に行きたくない、しかしそのためには亡命するほかないというんです。で日本でも徴兵危機をしているので、韓国に帰らない、帰れないという韓国人の若者に会ったことがあります。で彼らは日本の若者とは根本的に違った条件に置かれています。そのことを改めて感じました。でそのような話を聞くと、日本に憲法9条があるということを、実感します。ともあれ日本に、若者のデモが起こっていることに、感銘を受けた人が外国にいた。私はそれを喜ばしく思いました。私は、2002年、イラク戦争の頃から日本になぜデモがないのか、を考えてきました。デモが、必要だ、だから2011年福島の原発事故とともに、大きなデモが起こった時、私はこう言いました。デモなので社会が変わるかという人たちがいる。しかしデモで、社会は確実に変わる。なぜならばデモをすれば日本は人がデモをする社会に変わるからだ。確かに韓国の教授は日本がデモをする社会であるとなったということを、認めたわけです。
で、私の見るところ、それまで日本ではデモは、手段であると見なされていました。で、一つにはそれは革命のための手段ですね。で、そのために過激なデモが追求された。もう一つは、デモは選挙のための手段であるという考えです。言い換えれば、デモによって人々に意見を訴え、選挙でそれを実現する。そう、この二つの考えは、日本でデモをダメにしてきたと思います。前の方のははっきりしています。過激なデモがあったために、まあ、普通の人はデモに行かなくなったという歴史的な事実があるからです。ただ、後者については、考えられていないと思うんですよ。しかし実は今、今起こっているのはそれとつながる問題です。昨年の夏にあったデモを次の選挙に生かそうと、有効に生かそうとする、それは良いです。しかし、ここで忘れてもらいたくない問題があります。それはデモは決して選挙のための手段ではない、選挙あるいは政党政治に従属するようなものではないということです。私は以前、デモについて考えたとき、次のようなことに気づきました。日本語ではですね、デモは集会と区別されています。まあ、しかし、まあ、英語で言うと、まあ、デモを表す言い方はいろいろありますが、正式にはアセンブリーです。で、それは日本語で集会と訳されています。だからデモも集会もアセンブリーなんですね。で、日本の憲法には、憲法21条ですけど、集会結社表現の自由というのがありますけれども、デモの自由がない。だからかつてはデモの自由を表現の自由から根拠づけるような、論がありましたけど、単純な誤解です。デモはアセンブリー、だから集会の自由が、デモの自由を意味しているわけです。で、ちなみに憲法21条にある、結社の自由という表現ね、これはわからないものです。これは英語で言うとアソシエーションの自由なんですね。で、結社というとほとんどの人は秘密結社ぐらいしか思い浮かばないんです。で、だからアソシエーションっていうのはどこでもあるんです。小学校に行けばあります。 PTA の A だから、教師と親と教師のアソシエーションなんですよ。だからつまり非常にありふれた言葉で、マニュアルで言えばアセンブリーっていうのは寄り合いです。で、どの村や町にも寄り合いがありました。今もあると思いますけど、ところによっては。だからそれが、元になるわけです。西洋ではそういう寄り合いが、議会にもなったわけです。だから議会はアセンブリーというんです。いや、寄り合いです。つまり議会もデモっていうのは、親戚のようなもんですね。例えば、ルソーがの社会契約論で、まあ、権力は民衆のアセンブリーを嫌う書いています。で、その場合アセンブリーっていうのは何かっていうと、議会というよりも集会デモという意味だと思います。で、歴史的には絶対王政に対するアセンブリーですね、集会デモがだんだんと大きくなって、議会として承認されるようになったわけです。で、その意味で議会の起源はデモ集会なんですね。またルソーは、こう言っています。人民は集会した時にだけ主権者として行動しよう。人民という主権者は個々人ではないんですよ。個々人が集会をした時に、登場するものです。だから、またそこに彼が言う一般意思も存在するわけです。個々人を集めた総和ではありません。その集会において一般意思が存在するわけです。だから、
ルソーは同時代の、議会制が発達したイギリスに対して関してこう言っています。イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大間違いだ。彼らが自由なのは議員がを選挙する間だけのことで、議員が選ばれるや否や、イギリス人は奴隷となる、無に帰してしまう。またルソーはこうも言っています。代表者という考えは近世のものである。それは封建政治に由来している。つまり代表制議会では主権者としての人民はいません。代表者は封建制における領主のようなものです。そのことは、現在の日本の代議士を見るとよくわかります。安倍首相をはじめですね、彼らの多くは何代にもわたる世襲です。で、徳川時代の方が、養子制があったからです。今よりはマシです。こんな議会に、主権者としての人民が存在するはずがない。だからそれが存在するのはもう一つのアセンブリー、すなわちデモ集会においてです。議会が、全く人民主権に反するかというと、そうではありません。議会もデモ集会というアセンブリーを反映する限り、その限りで人民主権的であるということができます。例えばですね、選挙によって決まったことをデモで変えてしまうのは民主主義に反するという類の発言をした政治家がいましたね。この民主主義は何であるかを考えたことはないんだと思います。選挙で決めたことをデモで修正することがあり得るときに人民主権ということができるんです。反原発の国会前デモ集会、またそれ以後の国会デモ集会では面白い現象がありました。それはまあ国会前だったから言えるんですけど、それは2つのアセンブリーが直面したということです。デモと議会、これはですね、デモの側から国会に行くことはないですが、国会の側からデモに挨拶に来て政治家が来ましたね。なぜならばデモが本当のアセンブリーだからです。で、一方一昨年、台湾のひまわり革命ではデモの方が国会に行きました。で、それによってむしろデモこそ本来のアセンブリーであるということを示したわけです。で、先日は彼らは選挙で勝ちました。しかしあれはデモの延長だと思います。で、またそうでないと今後ダメになります。したがって我々はデモ集会を単なる手段とみなしてはいけない。そこに主権者としての人民がいる言うべきです。それは数の問題ではありません。デモ集会が原点である、そのことを、私は再確認しておきたいと思います。私の今日の講演は、憲法9条の今日的意義という題になっていますが、これは私が決めたものではありません。気がつくとそうなっていた。で、もちろん憲法9条に普遍的な意義があることは間違いありません。例えば憲法9条は関東の永遠平和のために、あるいは世界史的市民的立場から見た人類の普遍史の構想というものから来るものを来ています。で、関東の理念は第一次大戦を1920年の国際連盟として結実しました。また1928年には戦争を違法化するパリ不戦条約が作られた。憲法9条はそれを受け継ぐものです。事実英語版で見ると憲法9条にはその中から取られた表現が残っています。しかし私は今日そのことについて語ることはしません。皆さんは憲法9条の普遍的意義を再確認して、それによって改憲を阻止する力としようと考えておられるかもしれません。
が、実は私はその必要はないと思っているんです。というのは、会見がなされることはないと思っているからです。で、今日はその話をしたい。で、むしろそこに普遍的な意義が あると思います。で、日本戦国憲法9条にはいくつもの謎があります。第一に、世界史的に異例のこのような条項が戦後日本の憲法にあるのはなぜかということです。で、第二に、それがあるにもかかわらず実行されていないのはなぜかということです。例えば自衛隊があり、米軍基地も多数存在しています。第三に、もし実行しないのであれば、普通は法を変えるはずですが、9条はまだ残されているのはなぜかということです。まず、第三の謎から考えてみましょう。そうすれば、第一の謎も解けると思うからです。自衛隊や米軍基地などは憲法9条の解釈によって更迭されています。また集団的自衛権で、これ実はこれは軍事同盟の別名です。それも可能だという解釈改憲もなされています。しかし憲法9条を変えるということは決してなされない。なぜそうしないのでしょうか。無論それを公然と提起すれば選挙で負けてしまうからですね。ではなぜ負けてしまうのか、なぜそうなるのか。人々が憲法9条を支持するのは戦争への深い反省があるからだという見方がありますが、私はそれを疑います。たとえ敗戦後にそのような気持ちがあったとしても、それで憲法9条のようなものができるわけがない。事実それができたのは占領軍が命じたからです。また憲法9条が人々の戦争体験に基づいているのだとしたら、それを持たない人々が大多数になれば消えてしまうでしょう。実際そうなるのではないかと武憲論者は懸念しています。ではなぜ9条は今も残り、また人々はそれを守ろうとするのでしょうか。武憲論者は、それは自分らが戦争の経験を伝え、また憲法9条の重要さを訴えてきたからだと言うでしょうが、それは疑わしい。で、このことをですね、ここで問題をその反対の側から、つまり憲法9条を廃棄したいと考えている側から見てみたいと思います。彼らは60年にわたって、なんと60年にわたってですよ、これを廃棄しようとしてきたができなかった。なぜなんでしょうか。で、彼らは、それは国民の多くが左翼知識人に洗脳されているからだと考えます。しかしこれは端的に間違い。左翼は元来憲法9条の賛成ではなかったからです。例えば1946年6月26日、新憲法を審議する帝国議会で、野坂三道共産党議員は、戦争には正しい戦争とそうでない戦争がある。侵略された国が祖国を守るための戦争は正しいのではないかと述べました。これは左翼にとっては普通の見方であって、後の新左翼においても同じです。その中には石油が入ったくらいですから。新左翼の多くは後に護憲派に転じました。しかし彼らが意見を変えたことを非難する資格は保守派にはありません。例えば、保守派の吉田茂首相は野坂三蔵の質問に対してこう答えたんですね。近年の戦争の多くは国家防衛権の名において行われていることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認めることは戦争を誘発するゆえんであると思うのであります。で、さらに朝鮮戦争でアメリカから再軍備を迫られたとき、彼はそれを拒絶していた。再軍備など武の骨頂であり、詩人の夢であると書いています。こんなことを言う保守派が今いないと思います。今や彼らは憲法9条の解釈とですね、集団的自衛権、軍事同盟を正当防衛権としています。要するに保守派が意見を変えたわけです。ところが彼らは憲法9条を廃棄しようとはしない。なぜか。
単にそうすることができないからです。もしそれが、選挙で争点となるならば、大敗するのは確実です。したがって彼らはごまかしながらやっていく方向ない。会見をもくろんで、60年余り経ったというのにまだできないというのですね。それはなぜか、彼ら自身にとっても謎のはずです。その謎を解明しようとせずに、左翼政党、進歩派、文化人、知識人のせいにする。それは自分の無力、無理解を棚上げすることです。憲法9条が必要に残ってきたのは、それを人々が意識的に守ってきたからではありません。もしそうであれば、どうに消えていたでしょう。人間の意志などは気まぐれで脆弱なものです。9条は、ゆえに無意識の問題なんです。無意識というと、一般に意識されていないという程度の意味で理解されています。あるいは潜在意識とまた同一されています。例えば、宣伝などでですね、無意識に働きかける、潜在意識に働きかける、いわゆるサブリミナルの効果を狙うことがあります。先ほど言われたように、何遍繰り返してる人は聞く、だんだんと受け取るようになるんだとか、そういう意味ですね。しかし、フロイトは、そのようなものはを全意識と呼んで、無意識とは区別したんですね。ただ、フロイトは言う無意識にも2つの種類があります。まあ、一つは S というもので、まあ、S というのはドイツ語の S だから英語で言えば一つですね。要するにそれっていうことで名付けようのないものを指しているわけです。もう一つは超自我です。自我を超える超自我ですね。で、私の考えでは憲法9条は超自我のようなものです。で、繰り返すと、このような無意識の超自我は意識とは異なって説得や宣伝によって操作することができないものです。現に保守派の60年以上にわたる努力は徒労に終わっています。いくら彼らが9条は非現実的な理想主義であると訴えたところで無駄です。9条は無意識の次元に根ざすものだから説得不可能なんですね。意識的な次元であれば、まあ、説得ができますけど、ただしこのことを理解していないのは護憲派も同様です。憲法9条は護憲派が啓蒙することによって続いてきたのではありません。9条は護憲派によって守られているのではない。その逆に護憲派こそ憲法9条によって守られている。私はそれを皮肉で言っているわけではありません。ただ単に安心せよいと言っているんですね。そしてその上で何をすべきか、何をなしうるかを考え直してほしいんです。私は戦後日本に生まれた憲法に関してフロイトの言う超自我という概念を導入して考えようとしました。で、これは単に心理学の応用ではありません。フロイトが超自我について考えるようになったことは深く戦争の問題と関連しているんです。ここで私はそれについて少し述べておきたいと思います。で、フロイトは第一次大戦後にあることがきっかけで、無意識に関する考えを根本的に変えたんですね。だからそれを境にして、まあ、前期フロイトと後期フロイトというふうに区別できると思います。前期のフロイトの考えでは、無意識の欲望を満たそうとする快感原則ですね、快原理と言いますけど、とそれを満たすことがもたらす危険を避けるために抑制しようとする現実原則がある。で、まあ、現実原則というのは言うならば社会の規範ですね。で、それがまあ親を通して子供に刷り込まれる。そしてそれが無意識において人を規制する、あるいは検閲するわけです。で、フロイトの夢を分析した夢判断
まあ、そのような考えに基づいて書かれています。でこのしかしこの考えは、まあ、新しいものではあるんですが、ある意味では常識的なものです。例えばですね、子供は、まあ、そう別ですけども、人間を思うままにその欲望を満たすわけにいかない。だからそれを現実原則によって抑制しないといけない。したがって社会的文化的な規範に従うことになる。それが成熟することである。だけど同時に時にはそれから解放されないといけない。例えば祭りや戦争になると、まあ、それは解放される、というわけです。実際フロイトは第一次大戦の中で戦争についてはむしろ肯定的でした。そしてまた、戦争が終われば、自然に元に戻ると考えていました。で彼の考えが変わったのは、戦後です。しかしそれは彼自身が戦争を経験したことによる、よるのではありません。彼の考えを変えたのは戦後に戦争神経者に苦しむ患者に出会ったことです。で彼らにとって戦争は次第に消え去るどころではなかったわけですね。 毎晩、戦争の夢を見て、飛び起きていたわけだから。で このような反復脅迫は何なのか、何によるのか、まあ、フロイトは それを考えたわけです。そして彼はその先ほど言ったような快感原則と現実原則というような二元性の そこに、その規定に別のもの欲動がある。それは死の欲動、あるいはそれの発生物である攻撃欲動ですね。これを見出した。でフロイトはこう考えました。患者らの反復脅迫は、戦争期に外に向けられた解放されていた攻撃欲動が、戦後に内に向けられる内向することによって、生じたんだと。でフロイトが長自我という概念を提起したのはその後です。でそれに似たものは、まあ、以前からあります。でそれは現実原則を担う無意識の検閲官のようなものですね。でそれは、まあそれは社会的規範が親を通して、子供に内面化されて生じたものです。つまりそれは外から来るものですね。でそれに対して長自我は、いわば内部から来る。なので当人の死の欲動破壊、攻撃欲動に根ざしているからです。でフロイトのこのような考えの展開は、競技の狭い意味での精神分析治療ですね、よりもむしろ彼の文化論において、より明快に示されていると思います。で後期フロイトの考えを典型的に示すのは、1930年に書いた文化の中の、居心地悪さっていう論文です。でここでフロイトは長自我は個人だけではなく集団にもあると言います。というよりむしろ長自我は集団の方により顕著に現れると書いています。でそしてこの長自我の集団的現れの一形態が文化というわけです。でその意味で、私は戦後日本に生まれた憲法9条を、長自我として見るのがふさわしいと思いました。言い換えれば意識ではなく無意識の問題として、例えばフロイトは脅迫神経症の患者は外から見ると財政感に苦しんでいるように見えるけれども、当の本人はそれについて何も意識していないということを指摘しました。でそれでフロイトはそれを、無意識的罪悪感と呼びました。日本人が憲法9条にこだわるのはそれと似ています。それは一種の脅迫神経症であり無意識的罪悪感を示すものです。で繰り返すと、日本人に戦争に対する罪悪感があるとしてもそれは意識的なものではないということです。また、だから憲法9条は人々が罪悪感を抱いたから作られたのではないし、また過去の行動への反省意識を強めることによって維持されてきたものでもありません。
もし、それが意識的な反省によるものであったなら、球場は遠の昔に廃棄されていたでしょう。なぜなら、意識を変えるのはたやすいことだからです。教育、宣伝、その他で世論を変えることができます。それなのに、球場が変えられないのはなぜでしょうか。でそこで、教育改憲派は、教育宣伝が不足しているからだと思ったりですね、護憲派の教育宣伝が強いからだと考えます。逆に護憲派は、改憲派の宣伝工作にいつも怯えている。そういう光景がずっと続いてきたわけです。で憲法9条には、戦争を禁止する、拒絶する強い倫理的な意思があります。しかしそれは意識的あるいは自発的に出てきたものではありません。9条は明らかに占領軍の強制によるものなんです。だから真に実質的な憲法を新たに作ろうという人たちが戦後にはずっといたし、今もいます。しかし憲法9条が強制されたものだということと、日本人がそれを実質的に受け入れたこととは矛盾しないんです。私の見るところ、フロイトの言葉はその疑問に答えていると思います。ちょっとその引用しますけど、ちょっと注意深く聞いてくださいね。難しいので。人は通常倫理的な要求が最初にあり、欲動の断念がその結果として生まれると考えがちである。しかしそれでは倫理性の由来が不明なままである。実際にはその反対に進行するように思われる。最初の欲動の断念が外部の力によって強制されたものであり、その欲動の断念が初めて倫理性を生み出し、これは良心という形で表現され、欲動の断念をさらに求めるのである。でフロイトのこの考えは別に憲法について書いたものではないんですが、憲法9条が、生じた過程をよ実にこううまく示していると思います。というのはですね、憲法9条は外部の力、つまり占領軍の指令によって生まれたわけです。にもかかわらずそれは日本人の、無意識に深く定着した。なぜか、まず外部の力による戦争の断念がある、攻撃性の断念がある。それが良心を生み出し、それが戦争の断念を一層強めた、求めることになったわけです。だから憲法9条は自発的な意思によってできたのではない、外部からの押し付けによるものですが、だからこそそれはその後に深く定着したんです。それはもし人々の意思あるいは自由意思によるものであれば成立しなかったし、たとえ成立しても党に廃棄されていたと思います。ところでは個人の無意識の場合、精神分析が対話を通してアクセスできるかもしれませんが、集団の場合にはそうはいきません。しかし、選挙、国民投票となるとそれはある程度出てきます。もちろん そのような認識はありませんが、経験的にそれが分かっている。だから改憲を狙う政党政治家はいざとなると憲法9条を争点から引っ込めてきます。そして選挙の後でまた改憲を唱える。それを繰り返してきたわけです。ところでこのような集団的無意識は、総選挙や国民投票を通す以外に察知しえないのかといえばそうではありません。私は、それを知る方法があると思います。でこれは無作為抽出ですね、ランダムサンプリングとい いうものですけど、による世論調査がそうです。でこの実はですね、面白いんですが、このやり方は戦後アメリカの占領軍の一環、政策の戦争占領政策の一環として導入したものなんですね。で彼らは日本の民主化には、世論調査が必要だと考えた。しかもですね、彼らが導入したのは、統計学の理論に基づいた、ランダムサンプリングというによる調査ですね。でそれは、アメリカでもまだ実行されていなかったものなんです。でそれが日本で実行された。1848年朝日新聞が行った世論調査が最初のものだと言われています。ある意味でこのような世論調査は憲法9条と類似する点があります。それはどちらも占領軍が
かつアメリカでもやっていないことを日本でやろうとした。さらにもう一つの類似点は、占領軍が日本の統治のために持ち込んだそれらのものが占領軍にとって裏目に出たことです。例えば朝鮮戦争が始まった時、マッカーサーは憲法9条を作ったことを後悔したと思います。で、ここで吉田茂に再軍備に従って憲法の改正を要請したわけですね。で、吉田はそれをすぐに断った。それについて吉田は回想録でこう書いています。まず日本は再軍備のための資金を持たない。それは第一の理由である。第二に国民思想の実情から言って、再軍備の背景たるべく心理的基盤が全く失われている。第三に理由なき戦争に駆り立てられた国民にとって敗戦の傷跡がいくつも残っておって、その一人のまだ終わらざるものが多いと。この言い方を見ますとね、吉田は妙にその心理的基盤だとか国民のどうのこうのとかって敗戦の傷だとか、そういうことを言うのは なぜか、僕はおそらく彼は世論調査の結果をしていたからだと思います。彼はこう考えた。もしここで再分離をしたら大変な反対運動が起こり、内閣が壊れるところか革命騒ぎになってしまう。おそらくそれを彼はそれを福川さんに言ったに違いない。ただ吉田茂は、マッカーサーの要求に従って警察予備隊を作りました。米軍が朝鮮半島に向かった後の安全保障のためという名目です。とはいえ吉田はあくまで憲法改正は退けた。警察予備隊が、保安隊、自衛隊というふうに発展していった段階でも、それらは戦力ではないと言い張って憲法9改正の必要を指定したんですね。で、これはある意味で9条の解釈改憲のようなものです。以来9条の文面を変えないままに、またそれに相反するような軍備拡大がなされ続けてきたわけです。で、ここで、世論と選挙の関係について一言述べておきます。結論から言うと、選挙は、集団的無意識としての世論を表すものにはなり得ません。なぜならば争点が曖昧な上、投票率も概して低く、投票者の地域や年齢などの偏り割合にも偏りがあるためです。ただ選挙を通して憲法9条を改正しようとする場合、最後に国民投票を行う必要があります。国民投票も何らかの操作策動が可能だから、世論を十分に反映するものとは言えませんが、争点がはっきりしているので投票率も高く、無意識が前面に出てきます。故に国民投票では負けてしまいます。選挙で勝っても国民投票で敗北すれば、政権はダメージ、致命的なダメージを受けます。解釈改憲すら維持できなくなってしまう可能性がある。無論選挙でも9条改定を唯一の争点としたのは大敗すると思います。だから政府自民党は普段は9条の改定を唱えているにもかかわらず、選挙となると決して憲法9条を争点にはしないんです。今後も同じです。なお、世論を知るということではですね、私は個人的な考えではランダムサンプリングによる世論調査の方が、もっと的確だと思います。しかしその場合は質問の仕方に注意しないといけないんですね。例えば憲法9条はをどう思うかというような質問はダメなんですよ、漠然としてるから。で、憲法9条を廃棄するかどうか特定して問わないといけない。で、とにかく質問を適切にすることが肝心です。何しろ問うている相手はですね、意識、個々人意識ごときではなくて無意識様なんですから、丁寧に言わないといけないんです。ついでに言うと、現在やられているような電話によるやり方はランダムサンプリングにならないと思います。例えば、近年はですね、例えばそれは電話を持ってない人は除外されてしまいます。で、特に最近の若者は携帯しか持ってないからね、できないんです。
ですから、これではランダムな抽出にはなりません。だから面接しないといけないんですが、金がかかるのでやらないわけです。要するに私が言いたいのは、憲法9条が、無意識の長自我であるということは、心理学的な憶測ではなくて、統計学的に、裏付けられるものだということです。で最後に一言、現在、世界中で戦争の危機が迫っていることは間違いありません。どの国もこの、危機のもとにあり、それぞれに、対策を講じています。そしてそれが、他国に影響し、総合的に恐怖、敵対心が増幅される。その中で日本で優勢になってきたのは、米国との軍事同盟、集団的自衛権を確立するという案ですね。でそれは戦争が切迫した現状の下ではリアリスティックな対応であるように見えます。しかし逆に各国のリアリスティックな対応のせいで、思いがけない形で、世界戦争に含まれてしまう改善性が高いんです。で第一に対してはまさにそういうものです。でヨーロッパの地域的な紛争、まあ、オーストリアとセルビアの間の、世界の戦争ですね。でこれが軍事同盟の国際的ネットワークによって、まあ、日本も参加するような世界戦争に展開していったわけです。で日本は日英同盟に入ったからですね。またその結果として、その第一大戦の結果として国際連盟が生まれ、戦争を違法とする不戦条約が成立しました。日本の憲法9条がこの不戦条約に合うことは先にも言いましたけど、国際連盟から脱退し、かつ不戦条約を踏みにじったのは実はドイツと日本なんですよ。どちらもそのような、感度的理念を調子をして、自国の安全をリアリスティックに確保しようとしたわけです。その結果が第二次大戦です。したがって防衛のための安全や集団保障、集団的自衛、軍事同盟は何ら平和を保障するものではない。しかし今もそれがリアリスティックなやり方だと考えられています。そして、日本では今それを実現するために、何としても非現実的な憲法9条を廃止しなければならないということになります。しかし彼らはそう望んでもできません。64年以上にわたって憲法9条を廃棄しようとしてきたのに、それを実現できなかったのです。で今ロシアの中枢部はなぜ会見できないのかわからないままながら、多分会見を諦めているんだと思います。もちろんいつも会見は口にします。しかしそれを実現できるとは考えていない。その代わりに議会で多数派となって安保法案のような法律を作ることを狙っている。また今後に、憲法に緊急事態条項を加えるなどで、9条を無力化する方法を取ろうと画策しています。これは国会ではどうとも国民投票では確実に却下されますから、やらないでしょう。要するに安倍政権は9条があっても戦争ができるような体制を作ろうとしているわけです。故に保健派は9条がなくなってしまうのではないかということを恐れる必要は全くありません。問題はむしろ保健派の間に改憲を恐れるあまりですね、9条の条文さえ保持できればよいと考える必要があることです。形の上でのみ9条を守るだけなら、9条があっても何でもできるような体制になってしまいます。それが今後に起こりうることです。でその意味で私は憲法9条改定を恐れてはいけないと言いたい。彼らには正々堂々と憲法9条を変えたらどうかと言えばいいんです。ぜひ国民投票をやりましょう。別に3分の2をね、議席を取らなくても今でもいいですよということで、一緒にやりましょうと言って全員賛成に回ってもいいんですよ、国民投票にしようと。まあいいです、これは冗談。だから注意すべきことはですね、彼らは憲法9条を変えることなく、さまざまな手で
出口で戦争を行える体制を作ってしまうことです。今後に日本も戦争に巻き込まれることは大いにあり得ます。あるいはそのような危機をあえて作り出して憲法改正を図るということもあり得るでしょう。しかし、その挙句にどうなるかといえば、いずれ高すぎる代償を払って憲法9条を再び取り戻すことになるだけです。そんなことは現在から見ても明白です。したがって戦争の危機が身近に迫る時期において最もリアリスティックなやり方は、一般に非現実的と目されている憲法9条を掲げ、それを文字通り実行することです。9条を実行することは、おそらく日本人ができる唯一の普遍的かつ強力な行為です。それは今日の演題にあるように、憲法9条の本日的意義です。中谷浩二先生、どうもありがとうございました。